はい、田中久保田です。うちの前の田んぼ田植えしてたんですけど、急に雷様が来まして、ものすごい水量になってしまいました。ちょっと植えただけでもう見えないぐらいになっちゃったな。ものすごい豪雨です。また中途半端なとこで中断しちゃいました。機械もそのまんま、困ったもんです。なかなかね、思い通りにはいかないのがこの世の定めです。はい、以上です。